辻初彦は佐賀県小城市牛津町出身の元プロ野球選手。愛称は初、八ちゃん。二類種として歴代最多となる8度のゴールデングラブ賞を受賞している。2017年より埼玉西部ライオンズの監督を務める。長男はパチスロライターとして活動している辻康史。辻は西部の前身である西鉄ライオンズのファンで、 父の運転するトラックでたびたび佐賀から福岡の平和大野球場へ野球観戦に出かけていたという佐賀市立昭栄中学校を卒業した時点では身長が 161cm と小柄で高校での公式野球を諦めようとも思ったが佐賀東高校では強い情熱で練習を積んだ身長は 182cm にまで伸び日本通運に入社して 浦和野球部でプレーした。辻は、レベルの高さにプレッシャーを感じたが、やがて中軸打者として4番を打つようになり、守備では三塁手を務めていた。1983年のドラフト会議では2位で、指名され、西武ライオンズに入団する。辻の指名の経緯については、身体能力の高さ、1983年の1年間に40回投類を、期として、 失敗例だった総類センス、そして野球への熱意を評価したと根本睦夫は述べている。都市対抗野球大会では1試合だけ二類種を務めており、これを見たスカウトからは大型二類種としての素質を評価されていた。社会人時代には目立った実績がなく、上位指名に対して驚きの声もあった。入団直後の1984年のメサでの春季キャンプでは、 当時の広岡達郎監督から激しいノックを受け、守備を鍛えられた。辻は新人ながら41試合に出場し、そのうち29試合は三塁一種、4試合は二塁一種だった。オフに二塁一種のレギュラーだった山崎博之が引退し、遊撃手には石毛博則、一塁一種にはスティーブ・オンティベロスや片平新作、三塁一種には秋山浩二がいたため、 チーム方針で、辻も二類種を目指すことになった。辻は、当時について、広岡監督が自らグラブを持って手本を示したため、厳しい指摘にも反論できなかった、と後に実感している。プロ2年目の1985年には出場した110試合中90試合で二類種を、務め、出場機会は大幅に増えた。日本シリーズ第2戦、7回裏1死1.3類の場面で、 セーフティースクイズを観光するが、阪神タイガースの一類種、ランディバースのファインプレーに合い、三類走者の秋山が、ホームでタッチアウトになった。辻は、フライを恐れたがもっと強いバントをすべきだったと後に、反省している。オフの11月19日には、各単元や通訳と同乗して、西部球場へ練習に行く途中。 所沢市内で追突されて、全治一週間の無知打ち症となったが大事には至らなかった。1986年は二塁手として全試合に出場し、初めてゴールデングラブ賞とベストナインに選出された。日本シリーズでは第一戦の7回に二投と三投を成功させ、シリーズ史上6人目となる1イニングに投塁を達成した。 この年は2試合だけ遊撃手のポジションにも入っている。1987年3月31日の阪神とのオープン戦で中田義弘のシュートを踏み込んで打ちに行って投球が当たり、右手人差し指を解放骨折した。飛び出た骨が見えるほどの重傷で一軍登録されたのは7月30日だった。この年は51試合の出場に終わっている。 読売ジャイアンツと戦った日本シリーズ第6戦では8回裏にアウトからアンダで出塁し続く秋山がセンター前ヒットを放つと補給したウォーレンクロマティの看板な返球と中継に入った河合正宏が打者走者の二塁進塁を警戒して三塁側が四角になったことに乗じて辻も一気に一塁から生還してダメ押しのホームを踏んだ 優勝目前の9回表にアウトの場面ではタイムをかけ、泣いていた一流一種の清原和弘を慰めている。1988年は前任の石毛に代わって西部の選手会長に任命され、オフには年俸が1、500万円増の4、300万円となった。同年から7年連続して2流一種で、 ゴールデングラブ賞を受賞し、1990年まで3年間連続で全試合出場を果たした。1989年には、初、1990年の日本シリーズでは、第1戦から3試合連続で1番打者としての第1打席に安打で出塁し、いずれも得点に結びついて、4連勝での日本一に大きく貢献し、優秀選手賞を獲得した。 1991年オフには、年俸が1億1、100万円となり、初めて1億円の大台を超えた。1992年の日本シリーズ最終戦では、7回裏、1四万塁の一打出れば、ヤクルトスワローズが勝ち越す場面で、杉浦徹の放った強烈なゴロを取り本塁で、広沢克美を補え殺し、大ピンチを救うプレーで、日本一に貢献した。 1993年は、腰痛で出遅れ、チームも4月は低調だったが、上半身の力を抜き、下半身でタイミングを取るような打撃フォームにしたこともあり、初の打撃タイトルとなる、首位打者を獲得。年俸は3、900万円増の1億7、200万円となっている。こうして、チームと共に、当時2億円の高年俸がネックとなったことや、若返りを図る、 チーム事情から戦力外通告を受けた。近鉄バファローズとの最終戦前日に東収治む監督と浦田直治本部長から監督室に呼ばれ、本人の意思を全く確認せずに2軍守備総理コーチ就任を打診された経緯もあり、現役続行を希望して自由契約となった。西部対談後はヤクルトスワローズの野村克也監督と 千葉ロッテマリーンズの広岡 GM からそれぞれ入団を誘われた。ヤクルトは5、0円、ロッテは8、0円の年俸を辻に提示してきたが、辻は先に声をかけられていたこととの村の下で野球を勉強したい気持ちからヤクルトへの入団を決めた。移籍1年目の1996年はキャンプから若手と同じメニューをこなし、オープン戦にも2月25日の初戦から出場した。 が、疲労などから、オープン戦の打率は、227と低調でさらに4月7日には、対横浜戦の試合前の練習で右手人差し指を骨折してしまった。復帰した5月10日の対中日戦で、猛打賞を記録すると、以後は、安打を量産する。規定打席には達しないながらも6月上旬には4割、近い打率で、オールスターゲームにも出場した。 後半戦の規定打席到達後は徐々に打率を下げてしまったが、自己最高の333を記録した。しかし、惜しくも7輪差で、アロンゾ・パウエルに及ばず、セパ両リ,リーグでの首位打者にはならなかった。1997年は再び首位打者争いを目指し好調なスタートを切り、序盤こそ打撃成績ベスト10圏内に名を連ねていた。ものの、体力の衰えもあり。 加工戦をたどり、スタメンでの出場機会が減った夏場以降は、代打なども経験しつつ、稲葉敦式に打撃理論、宮本深夜に守備を助言するなど、若手選手をサポートする役割も担った。1998年には一塁手を4試合、務めて12年ぶりに二塁手以外の守備についたほか、打数は少ないものの打率、304と代打の切り札的存在だった。 1999年はキャンプで左肩を置いため、その後も左脇腹や、左太ももなどの故障が続いて、プロ入り以来最小の17試合出場に終わり、同年限りで現役を引退した。2000年から2年間ヤクルトで2軍守備、総類コーチを担当した。2002年からは、横浜ベイスターズの1軍守備、総類コーチを2年間務め、2類種の種田一志や、 遊劇手の石井拓郎の控えだった内川誠一の守備などを鍛えた。しかし、チーム全体では失策数が大幅に増え、2年連続で最下位に低迷した。翌2004年は二軍打撃コーチに転身する。2005年からは、テレビ埼玉 NHKBS の野球解説者及び日刊スポーツ野球評論家を務めた。2006年 WBC 日本。 代表内野守備走塁コーチの辻初彦2006年には2006ワールドベースボールクラシック日本代表内野守備走塁コーチを務めた大会期間中はノックだけでなく打撃投手なども行っていた同大会で守備が印象に残った遊撃手としてボクチン1万の名を挙げている11月1日に中日ドラゴンズの二軍監督に就任した 2008年中日ドラゴンズ2軍監督時代の辻、初彦2007年には就任一年目にして、ウエスタンリーグ優勝とファーム、日本選手権制覇を果たし、9月29日のファーム、日本選手権で巨人を破り、日本一になる。2008年は振るわなかったものの、2009年シーズンでは、山本正也井上和樹らのベテラン勢、一軍を多く経験した若手の活躍もあり、 二年ぶりに、ウエスタンリーグとファーム、日本選手権を制覇した。2010年は一軍総合コーチに移動し、森重和ヘッドコーチと共に、野手部門のヘッドコーチ格として、落合博光監督を支えた。2011年シーズン途中からは、飛まの聖人一軍外野守備総類コーチに代わって三類、ベースコーチも担当した。2011年シーズン終了をもって、 契約満了により対談。2012年からは再びテレビ埼玉及び NHKBS の解説を担当。2013年からは BSFOX の解説者としても出演している。2013年10月22日、2014年シーズンにより一軍内野守備、総類コーチとして中日ドラゴンズに復帰することが発表された。2015年には一軍野手総合コーチに、 肩書きが変更されたが、チームは5位と低迷し、失策数も12球団最多の94を記録するなど本拠地が、人工芝の名古屋ドームに移ってからは、最多失策となった。2016年には2軍野手総合圏、内野守備コーチに移動。8月9日に、谷繁元信監督が休養となり、森重和監督代行を支えるため、 ヘッドコーチ格の一軍作戦兼守備コーチに移動した。2017年より古巣、埼玉西武ライオンズの一軍監督に就任した。山川穂高、殿崎治むすぐる、新人の源田宗介ら若手選手が頭角を表した、他、選手の走塁、守備意識を身につける方針が走行し得点、失策数の改善に成功する。 8月5日には59年ぶりの13連勝を記録した。8月までは3位に位置していたものの、9月からの東北楽天ゴールデンイーグルスとの2位争いを制し、チームとして4年ぶりの A クラスとなるリーグ2位に貢献した。クライマックスシリーズファーストステージでは東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦したが、1勝2敗で、ファーストステージでの敗退となり、シーズンを終えることになった。 2018年はチームを開幕から1年間首位の座を明け渡さなかった。9月30日に福岡ソフトバンクホークスが敗れたことによって2008年以来実に10年ぶりのパリーグ優勝を決めた。しかしクライマックスシリーズのファイナルステージではそのソフトバンクにアドバンテージも含めた2勝4敗で敗れ日本シリーズ進出を逃した。試合後に行われた 本拠地最終セレモニーのスピーチでは悔しさを抑えきれず号泣し悔しいです。まさか今日2018年シーズンが終了するとは考えてもいませんでした。去年の悔しさが今年の成長につながった。またこの敗戦から選手はパワーを貯めて来年に向かっていけたらと思います。とコメントした。2019年前年とは 対照的に開幕から首位になれない日々が続く。投手陣の不調で我慢の日々が続くが次第に調子を上げ9月11日最大で8.5ゲーム差あった福岡ソフトバンクホークスとのゲーム差を逆転130試合目にしてシーズン初の首位となる。シーズンで遅い首位初浮上は2001年西部の129試合目を抜くパリーグ記録であった。その後 マジック2で迎えた9月24日、142試合目で、マジック対象チームであるソフトバンクが敗れ、埼玉西武ライオンズが勝利したことによって2年連続のパリーグ優勝が決定した。球団の連続優勝は1997年、1998年の東を治む監督時代以来21年ぶりの快挙となった。しかしクライマックスシリーズでは、 ソフトバンクに全敗を喫した。辻は、社会人野球では4番を務めたが、西部では、悪度法の脇を固めるつなぎ役となり、首位打者も獲得している。1ラム以上もある重いバットを短く持ち、気持ちで打ちに行くタイプだったと自ら評価している。実際、ヤクルト在籍時に、監督の野村克也から、狙い玉の絞り方や、カウントに応じた対処法といった頭を使う部分を、 ミーティングで伝えられたが、うまく理解できず、そのことを正直に話したところ、お前には、必要ないわ、と言われたことがある。ヤクルト在籍時に、当時の野村監督が嘆いたほどバントは苦手で、バントの代わりとして、インコースでも右方向にゴロを打てる技術を磨いた。辻は、現役時代、パリーグの投手は2.3番手でも9位があるのに、対し、セリーグの投手は、 変化球を主体に低めに投げてくると語っている。この傾向については、当時のセリーグの方が球場が狭く、ホームランが出やすいためではないかと分析していた。辻は二類種として、歴代最多の8度のゴールデングラブ賞を受賞し、守備は日本プロ野球史上でも屈指のレベルにある。守備の際は、投手が打ち取った当たりを安打にせず確実にアウトを取る。 ことが野手の責任と考え、基本的には浅めに守っていた。前方の弱いゴロへのダッシュなどは三塁手時代の経験が生かされたという。ゴロについてはとにかく前に出て取りに行くスタンスの持ち主である。理由はボールがバウンドする数が減るほどイレギュラーの確率が下がるからで、今も自身が守備を指導するときは必ず総得。極端なポジショニングは好まなかったが、 打者の打球傾向や、保守のサインから常に、打球の方向は予測していた。絶好調の時には打つ寸前のバットの角度から、打球の方向が判断できたという。肩はそれほど強くなく、西部での晩年に、強犬の松井和夫が遊撃手に入る場合は、宇宙間の打球でも松井が中継に入るほどであったが、出足や判断力でカバーしていた。二塁手というポジションについては、 送球方向が左右にわたり、投類の際にはタイミングを見極めて類に入り、さらに外野手の守備位置によって打球を追う範囲が変わってくるなど高い集中力と瞬間的な判断力が要求されると辻は述べている。打球へ常に集中していたため、現役引退後に打撃練習で守備についていても条件反射で声が出たという、内野のコミュニケーションのためにはに勇敢を固定すべきと、 考えており、辻と合わせるのが上手かった遊撃手として、宮本や奈良原博士の名を挙げている。現役当時重要視されたサイン盗みについて、近藤明人に技術を学び、プレー中に守備位置で味方に知らせていた。辻と石毛で完成させる6から434マイナス6から3の二遊間のダブルプレーは、文化放送のライオンズナイターでは、はっちゃん、ダブルと形容された。 プレイヤーの目から見た最も良い球場として当時内野が土だったグリーンスタジアム神戸を挙げている土の内野では二遊間へ飛んだ打球に対し右足を滑らせて減速しながら正面で取れるが人工芝ではスパイクが止まるためなるべく前でシングルで補えるか逆シングルで補給する機会が増えたというプロ入り後辻は山崎に紹介されたのを契機に 久保田運動具店福岡支店長の江頭茂氏にグラブ作成を依頼し引退まで関係は続いた。現役時代の16年間で練習には多くのグラブを使ったが試合でもチたのは5個程度で平均3から4年、長ければ5年使用したグラブもある。なお、このように少ないグラブをできる限り長期間使うようにしていたのは辻のチームメイトで 同じ内野手だった雪沢久隆の影響もある。補給後すぐ投げるために手のひらで打球を受けることを基本とし、感覚を重視して、グラブの手のひら部分は通常よりかなり薄くなっていた。他のプロ野球選手から見ると痛そうなほどの薄さだったという。ライナーやタッチプレーの時はディープポケットでつかみ、場合によっては土手の部分で取るなど、面のすべてが使えることを理想とし、 親指と小指の芯を固くした以外は柔らかくしていた。サイズが小さめだったたは形状へのこだわりは少なく、正しい補給を重ねるうちに適当な形になったという。現役最後の2年間は、守備範囲の減少をカバーするために、大きめのグラブを用いた。取り扱いには、注意を払い、新品のグラブはボールを中に入れて、タコ糸で縛り、水につけてから陰干しにして、 油を塗る工程を繰り返し、柔らかくなったものを練習で鳴らし、およそ半年かけて使える状態にしていた。熱を持った人工芝で軟化したり雨で濡れることを嫌い、地面になるべく切さずに型を崩さないよう、指の部分を下に向けて立てていた。グラブが重くなるため油はあまり塗らず、雨の日の試合の翌日に限り、乾燥ボックスに一晩入れた後で塗っていた。 補給面を広く使うために、小指のヒンジ部分に3本の紐を入れる。独特の紐の通し方は名前を冠して、辻と字と呼ばれ、福良淳一、馬場俊文、トニーバナザード、今岡誠など様々な選手が同じ形状のグラブを使用した。現在でも、久保田運動具店はこの名称を使用している。辻は、1980年代後半から1990年代前半の、 セ武ブライオンズ王門時代において石毛と共に、鉄壁のディフェンスを支えた象徴的選手であった。千葉茂からは辻を、守備がうまく、サインが盗める俊足のムードメーカーであり、最高のプロ好みの仕事人と評された。また、野村克也が、平成以降の日本プロ野球における、ベストナインを問われたとき、辻は、名だたる大選手たちを推しの形成に類種として挙げられた。 初記録説明の記録その他の記録レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。